ギタリストであり音楽家の竹下敦です。こちらのね、ゴールドトップのレスポールですが、本日ね、クロスアジャッキー、G クラブ東京さんに持ち込んで、オクターブチューニングとあと弦高の調整ですね、こちらの、ごめんなさい、こちらのサドル部分をコマをね上下させて弦高調整するんですが、ギブソン社の規定値である約1弦が 1.4mm 程度ですねに合わせていただきました。その結果ね、非常にいいコンディションになりました。正規代理店、こちらの方にテロップ出ますが、ギブソンの、ね、正規代理店である黒沢明さん、東京茶の水にございます G クラブ東京さんに持ち込みまして、こちらの、ゴールドトップのレスポール調整していただきました。もう一度おさらいしますね。主な調整ポイントといたしましては、こちらの、コマブリッジのコマですね、コマを上げることで弦高が上がります。物理的にね、弦の高さがあります。それによって弦の角度が変わるわけです。それによってね、押さえた時に、開放と12フレットを押さえてる、アインアインアインですね、これが合っていないと、アイン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 が合っていないと、こういうとかねっていうのが、ね、合わなくなるんですよ。これが合わないと、ね、どうしても気持ちが悪い。非常に気持ちいいギターにしてくれました。これとても重要なことです。ぜひね、レースボールタイプのギターは特に、この接着部分にね、ニカワなんかを使ってるんで、温度変化に対してね、弱いというよりも馴染むのに若干時間がかかるんです。なので、きちっとね、購入した楽器店で調整していただくことが一番のいい音が出る近道かと思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ギターはとっても楽しい楽器です。はい。そんなに高くなく買えるっていうのもギターの一つの、趣味としてのね、楽しみの一つじゃないかと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon です。